ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストは俳優の田久保一生さんをお招きしました。言えばチームプレーだけにこだわってるんですよね。でそれはもうやっぱりアメリカの映画にその若い子が影響を受けたってことがすごく自分にとっては衝撃だったので、あれを日本で、だから日本はねほっといてもね個人プレーはできるんですよそういう場はいっぱいある。だけどなかなかチームプレーができる場がない、ね、だからドラマでもやっぱ僕があのドラマの仕事をやらせてもらうほとんどがねやっぱ個人プレーの現場が多いのね。なかなかねチームプレーの現場に巡り合えない。そうすると、まあ、普段お仕事では個人プレーやらせてもらってるし、それはそれで面白い。だけど、自分で、まあ、劇団でやるんだったらチームプレーにちょっとこうねこだわってみたいというか、そっちを極めてみたいなっていうのがありますよね。チームプレーの演技っていうのをもう少し具体的にお話ししていただきたいんですけども、うん、例えばどういうワンシーンがあるとか。例えばねすっごい有名なのがあって、クレーマークレーマーっていう映画があるんですよ。でこれはね、ぜひおすすめしたい。アメリカの映画の中でも一番こう黄金期の時代の優れた映画で、ダスティン・ホグマンとメリル・ストリープが主演なのね。でこれで、2人が夫婦なんだけど、まあ、奥さんが旦那さんに失望して、離婚しましょう。でそれでしばらくの間、旦那さんとその、5つぐらいの、ね、子供が息子がね一緒に2人で暮らすと、その中でお父さんがアクセントとしていくっていう話なんだけど、これであるシーンでこうどっちがその息子を引き取るかみたいな話し合いをする場面があったのね。でその時に喫茶店みたいなところでねこう、まあ、飲み物のテーブルにあるんだけど、その時に、ダスティン・ホフマンがそのダーッと喋ってる間にだんだん興奮してきてね、でもう君とはこれ以上は無理だっていう感じの時に、立ち上がる直前にねそのテーブルの上にあったその自分のねなんかこうジュースが入ってたグラスをねバーンって弾くんですよ。でそれが壁にぶつかってうわっと割れるのね。その瞬間にメレルスリープがピクッとするわけで、それが実は今 DVD でそれ見れるんだけど、その DVD に特典映像がついててね、でその中に、その映画を撮ってから、映画が撮られたのがまあ1980年ぐらいなんだけど、それから15年ぐらい経ってから俳優さんや、監督さんにいろいろインタビューしてるところがあってね、でそのインタビューがその載ってるんですよ、特典映像のね。その中でダスティン・ホフマンが言ってるのは、その時はもうとにかく、メリル・ストリープをビビらせてやろうと思ったと。でそれでその、こう弾くっていうシーンをね、監督にも内緒にしてたの。でカメラマンにだけ言って、その自分がそういう芝居をするから、ね、ちゃんと角度でその弾かれたグラスとそれから彼女の、ね、顔がはっきり撮れるようにちゃんとセッティングしてくれって頼んで、でそれで本番そういうふうにやったと。だから自分の役をどうしようかって考えてんじゃないのよ、相手役をどうしてやろうかってずっと考えてるわけ、出すようなね。その時に、あ、なるほど、チームプレーっていうのは自分のことを考えてちゃダメなんだと。もう本当にね、メリル・ストリープはもう、マジでビビってるのだそのマジでビビった顔っていうのは演技じゃなかなか出せないのね。もうあれは完全にあの時にメリル・ストリープはダスティン・ホフマンによってダメージを受けて、で結果的に感情を、ものすごい面白いいい感情をメリル・ストリープはもらったわけだよね。でその最初にちょっと話したデンゼル・ワシントンもそうだし、そういうことをね、つまり相手役の心を動かしていくということをね、向こうの俳優さんはするのね。だからそういうのをね、例えばそういう、まあ、特典映像を見たり、あとは、まあ、昔よくやってた NHK の深夜にね、アクターズスタジオインタビューっていう番組があって、これは、まあ、向こうの有名なアクターズスタジオという学校の、授業で一流の俳優さん呼んできてね、インタビューするっていう番組なんだけど、それでね、いいこといっぱい言ってんの一流の俳優さんたち、そういうのを聞き漏らさないようにするでそれを舞台のなんかこう、稽古場で実践する、いろいろ実験していくのね。そうすると、あ、これは正しいんだなとか、これは間違ってんだなとか、これは自分たちにもできるなとか、これは難しいなとかということをね、もう何回も何回も失敗しながらこう正解を探して、
まずそのアメリカの演技ということで、そのチームプレー、うん、まずそこに気づくっていうところが、うん、まず他の役者はなかなかできないんじゃないかなと。そういうのは多分さ、どういう観察をしていったんですか。もうとにかくいろんなことになんかこう興味を持つっていうことだったり、あとはね、僕役者ってなんかね、役者のこと演技のことだけやってたのはダメで、やっぱ僕らの仕事ってね、人間を扱う仕事でしょ。ってことはね、人間に関することは全部知っといた方がいい、ね、興味持っといた方がいい。だから例えば心理学もそうだし、ね、脳科学もそうだし、もうちょっと広げるとね、生物学もそうなのねだから哲学もそうだよね。そういうことも全部、あの別にそんなね、専門的なものすごい難しいことは知らなくていいから、ね、例えば心理学入門とかなんかその程度のものでいいから、その程度の本を読んで、ちょっとあ、人間ってこういう面があるんだなとか、そういうのをこう、ね、いろんなね、演技をするっていう角度からではなくて、心理学の角度だったり哲学の角度だったり生物学の角度から、その一人の人間をいろんな角度から見ていくと、いろんな発見ができるんだ。で、そういう意味で、まあ、あのチームプレーをやるときには、そのいろんな角度から客観的に人間を観察していくと、チームプレーの演技っていうのはしやすくなる。YouTube チャンネル登録お願いします。